皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。本日はスイスプレイの続き、パワーバランスだとか中立性だとか民兵だとかのスイスプレイの軸となるディシジョンだとかを説明したところで、やっと本格的に時間を進めていけるって段階だね。定期的に軍事的緊張だとかはディシジョンで稼いだり使ったりして、今だったら緊張ポイントの上限値が低すぎるから上げるようにやってみたとこだな。不足意図の有効値も気にしながらですし、定義顧問も穴を開けたくないですし、いよいよ天才と言っていたスイスの難しさが出てくるわけですね。防衛方針の方向性が決まったため、今回の右ルートであればヤコブ・フーバー、陸軍経験値獲得、仕事 0.4 に加えて経験値獲得量も 15% 上がる。これ以上の経験値獲得人材は世界中どこにもいないだろうレベルの逸材を採用。次に国家方針で言えば左ルートの始まりになりますが、ナチ外国主義によるプロパガンダの禁止、つまりファシ支持率が上昇しないようにマイナスとなる精神を追加するということです。スイスは初期状態から国民精神にファシ支持率を増やすものがあったわけだけど、それを事実上打ち消すような内容だね。ただし最初からあったファシ支持率を増やす精神がマイナスに調整されるわけじゃない。得意から大いに嫌われることだし、最速のファシ化を目指すとかであれば、特に序盤は避けなければいけない NF と記憶しておくべきだろう。まあ今回はファシ化じゃなく史実風味の民主主義プレイだから、左ルートを後々掘る意味でも、ファシ支持率を早めに抑える意味でも早期取得というわけだね。その分イタリアにディシジョンで有効値を増やさねばいけなくなりましたがね。で、左ルートのその先はというと、情報機関を設立してくれるものがまずお出迎え。だからイタリアとかと同じように、この国も情報機関の設立はケチレルというテクニックが使えるわけだな。走行している間に1年あっという間に過ぎちまって、次の大統領を決める時期に来たわけだが、ここはもったいなくも思うがアドルフ・ヒューラーを選択。逆にこいつ大統領にしないとしばらく4枠にすらならないからねこの国。で、話は NF に戻すけども、諜報機関を設立するやつを取ったらこやつ政治力獲得量 15% アップ、消費財マイナス 5% の効果をさらあっと35日でやってしまう神 NF プロヘルベティアを取得していく。下に市民軍を出動させるのに軍事的緊張の最低値をマイナス15減少というのがありますね。市民軍はさっき言ってた軍事的緊張で部隊の大隊数を増やしたり手段の上限数を増やしたりできるわけだけど、一部 NF には市民軍に関連した効果のあるものがいくつかあったりする。逆に20幅民兵で揃えるつもりが気がついたら24幅になってたみたいに把握してないと想定外の小銃使用につながる場合もあるので、その辺はよく読んでおくことを推奨だよ。逆にうまく使って緊張ポイントを少し節約したりもできるわけだな。あと伝え忘れてたんだが、さっき大統領にしたつよつよのアドルフ・ヒューラー、ディシジョンの一番上にあるやつを選ばないと研究枠は増えないから注意だな。これは何もアドルフさんに限った効果ではなく、各政治顧問大統領ごとに短期間バフのディシジョンがあってですね、大統領が1年に1回だけ使える効果です。大統領が変わるたびに使う必要はないけど、大統領が変わったら同じ人物の効果はおそらく二度と使えないシステムっぽいから、研究枠を増やし忘れないように注意って感じだ。やったことないけど、もしかしたら取り忘れた際に救済処置が用意されているかもだけど、なかった時取り返しがつかないので、わざわざ時間戻して説明したお次に、今度は国家方針中央、防衛方針についての共通ルート、左右どちらの防衛方針をとっても取得可能なルートの説明だ。この真ん中の下段にある内容としましては、州が全権を握っている、パワーバランス初期の状態でないと条件上開始ができません。ってことでしばらく掘り進める方向性なわけだけども、こいつはただでさえ特殊な徴兵法を改良して徴兵可能人口プラス 10%、初期で 10% あるので、20% の全成人徴兵くらいの徴兵法に変更する内容だ。中核人口が少ないとはいえ、さすがスイスって感じの効果だな。さて1937年終盤にもなってくると、NF の取得順番にもよるけど、少なくとも誰か一国がマイナス85に到達してしまいそうでも避難と情報だけでは抑えきれないって展開になってくる。特不追、三国全てから10ずつ嫌われるみたいな NF がスイスはたくさんあるので、こんな感じで全体的にきついということも珍しくはないですね。ってことでこれを改善するのに使えるのが防衛力の堅持。要するに緊張ポイントを支払って軍事演習でもして攻め込むには難しいと思わせるわけだな。かなりこいつが優秀で、今回の場合は特不追、全ての有効度が30上昇する。もちろん昔からある関係改善の外交も非常に有効な手の一つだけども、政治力には言っても限りがあるから、しばらくはこいつのお世話になる機会も多いだろう。さて中央ルートを一つ進めて、徴兵可能人口補正なんかもちょっと上げたわけだが、再び左に戻って左側は中央に近いルートもちょっとだけ進めていく。この辺りは軍事的緊張関係に関する内容が多く、またパワーバランスを州に寄せるような内容も。今回の場合は緊張ポイントの上限だのを上げてくれるのはありがたい内容だけども、最悪自前で時間をかけて拡張するのであれば無視しやすい内容とも言える。また中央もそういう意味では全部取得するほど重要性の高いものが固まっているわけではなく、特に新しい陸軍ユニットの出現だとかが中央の NF にはいくつかあるため、これも自前で軍を作るというのであれば一部無視してしまって全然構わない。ただしスイスは徴兵法が異なり、一般的な歩兵編成からの徴兵は国家方針で解除しない限りしばらくできないため、ある意味この戦力は貴重な防衛部隊として確保してもいいかもしれない。大体数は少ないですが、初めての民兵の生産が終了しましたね。スイスは小銃から軍事的緊張ポイントを稼ぎがちなので、
意外と最初の舞台を展開するのも遅めになりがちだね。今回は史実モードだからいいが、あんまり軍拡を怠ると、最初にいるのはたった3大隊の師団13個だから、大国空軍に押され守りきれないってオチだけは避けたいよな。で、イタリアにぶち切れられてるぞ隊長。マイナス85まで行くと、2ヶ月以内に関係をマイナス35より良くしないと、相手に宣戦布告の権利を与えてしまう。準備万端、いつでも攻めてこいやーって状況にならない限りは、政治力をガンガン使って回避することになる。というか、いつの間にか独仏衛ではなく、独衛になっていますね。どうやら最初はスイスの周りを囲む3大国である、独仏衛のようだが、多分フランスが連合入りしたあたりをきっかけに、英国に切り替わったのかもしれねえな。陣営の名手が関わっていることは確かであり、この後ソ連とか、場合によってはエチオピア1は陣営加盟できないの関係も並べられることがある。一応追い込まれた時にのみ出現する、裏交渉という最後の手段で、一気に必要量まで改善できるけども、一定の確率で他国の関係値減少は避けられないよ。で結局イタリアブチギレは裏交渉でごまかした隊長だったわけだが、中央の NF を頑張って進めていった理由の一つとして、工場とインフラがもらえるインフラと産業の準備。結構効果は強くて、インフラ合計6つと、民需5個の獲得ができる。ここまで民需不足でしたからね、ちょうどいい国力増強になりそうです。さらに中央を掘り進めますと、陸上要塞と軍需工場を4つほどいただける。ザルガンス、ゴッタルド、サンモーリスの要塞下に、キティの要塞、こちらも要塞と軍需3個を獲得できる内容なので、実質的には中央下段の内容が事実上のプチ産業 NF 的な内容とも言えます。この下段の内容は工場もそうだけど、独仏衛国境に張れる要塞を、さらに強固にする防衛力強化の仕上げとも言えるね。あと中央にある共通 NF としては、ドイツの戦車部隊に対抗するユニットの獲得、そしてネパールほどじゃないんだけども、特殊部隊キャパを豪快に 30% も上げる内容、これを取れば山岳師団とかモリモリで戦うこともできるだろうから、いつかスイスでネパールでもやった、全世界に宣戦布告するプレー、その時は参加遠慮願うぜ。ニワちゃんをおとりにして私たちはとんずらこきましょう。中央の NF のおかげで民軍工場もそれなりに確保することができましたので、そろそろ民主主義に鍵を切るため、ファシズムの支持率を減らす NF を取得。民主ルートを進むためには、かなり高い民主支持率が求められるため、十数パーでも自動で増えやすいファシズム支持があったりすると進めないんだぜ。それと一緒に、最初にパワーバランスを導入した際に選んだ州方向に影響力が増す状態、毛州が全権を握っているレベルの力は必要ないため、その効果はディシジョンから除去していく。逆に言えば、そろそろ連邦参事会側に寄せないと取得できない NF も、いくつも出てくるというわけですね。さてスイスという国は大国の支援も得意としており、その理由が貿易関係、とりわけ金貿易になる。イギリス、またはドイツを最新バージョンプレイしたことある人ならわかると思うけども、彼らに貿易協定を持ちかけて、お互いに消費財をマイナス 5%、もしくは相手に限り軍事生産関係にバフをもらうという、お互いに利益がある精神を獲得できる。イギリスやドイツレベルの超大国になれる工業国家ほど、消費財マイナスは使用できる民需が多く増えるため、もしマルチなんかでスイス、ドイツ、イギリスに人が入るのであれば、できるだけ早く貿易提案してほしいなぁ、と思うに決まってるんだぜ。で、そろそろ取ってもいいだろうと、最初から二つ目で取れた国土防衛基金、なんかポーランドでも聞いたような名前だけど、こちらも優秀で民需3個獲得と消費財マイナス 5% 効果だ。普通に消費財マイナスだけでも強いのですから、なぜ軍需より先に取らなかったんですか？それが今わしが変更って書き方だったので、先に民需から軍需取ってしまうと、消費財効果が民軍建設速度に上書きされちゃうんじゃないのかと警戒したんだけど、普通に効果が追加されただけでした。もっと早く取ればよかったよ。序盤結構建設しんどかったからな。ところで NF の名称がトップハムハット卿。ドイツによるポーランド侵攻が始まった頃、スイスもそろそろ民主主義の方向性を決めていく時期だと、アメリカから航空機を買って接近。これ民主主義の支持率を 80% も求められるから結構きつい内容なんだよな。ドイツとの戦いに備えるため、さらに防衛能力を向上させる死ぬまで戦え。効果は統制率の上昇と回復、中核州の防御と名称の割には堅実な効果だ。悪ぶってる奴が実は意外と真面目だったみたいなものがきますね。この国境防衛計画という国民精神を強化する NF はいくつか続くことになり、効果としてはその強化幅が増えていくので、仮にドイツ、イタリア、BC 政府すべてを敵に回してもしばらくは耐えられちゃうくらいの、鉄壁の防御体制を取れることだろう。見たまえ、これでもまだドイツ国境に要塞を建てる NF とか一部終わってないんだけども、それを差し引いてもスイスはこれだけの要塞を NF で国境沿いに建ててくれる。要塞 NF3 がわざわざある、チェコスロバキア以上のものがあるなこや、と、ここまでは中央、あと左ルートばかりを進めてきたスイスだったが、ここからはドイツなどと比較的仲良くなる右ルートも少しずつ取得していく。左ルートでは航空機はアメリカから購入していましたが、右ルートだとドイツになるんですね。もちろん、敵対とかしてなければ、アメリカとドイツ、両方から少しずつ買うことだってできる。それだけじゃなく貿易協定だって、連合と同時に数日とも取引できるのが、スイスのどっちにもつかずといった内政のうまさだ。さすがに消費財効果が単純に倍になったりはしないけどもね。今まではただの貿易効果で、消費財をパーマイナス恩恵をお互いが受けていたわけですが、それとは別に金の数軸、金貿易を行ってさらなる消費財や生産ボーナスを受け取ることも可能。無論、相手が納得してくれないとお互いに利がないわけですが、こちらも内政の足しにしていきましょうか。
少ないパーセントでも、ドイツのような超大国には結構ありがたい補正になるから、AI であってもこれら貿易精神によって普段より調子に乗る可能性がある点は注意だね。他にも右ルートには、70日で航空機研究 75% バフ4枚とかいう、空軍 NF としては雑に強いものがあったりと、航空機を強化したいのであれば、右ルートに行くのが望ましい設計となっている。そして金貿易もまたドイツだけでなくイギリスと、同時に行うことができることに加えて、その効果はスイスに至っては上昇する。消費財マイナス 3%、建設速度 6%、生産効率上限プラ 7%、研究速度プラ 2% なら、そこそこの足しにはなっていきそうだぜ。そうこうしている間にドイツさんは独ソ戦に突入。これで数日国は多くの軍が東部戦線に行きますから、スイスが参戦するのであれば、やはり独ソ戦スタート後が望ましいですね。ポンコツみたいな部隊も合わせてだが、スイスは60個師団程度すでに用意できている。ただここからはソ連との友好関係も気にしなくてはいけなくなったタイミングで、周辺はここまでだな。次回こそ動くので、忘れずにチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。衛星中立国は実況者泣かせですね本当に。